はい、皆さん、こんにちはでございます。ということで、えー、今日からリリー、今日リリースされました、日本版アークナイツということで、皆さんやっていられるでしょうか、えー、中国の方ですごく人気のゲームなんですけども、今日、えー、日本に無事、えー、リリースされたということで、もう、えーと、前からやってる方ももちろんのことなんですけども、あ新しく、もう絵とかがめっちゃ可愛いし、この UI っていうのかな、すごくかっこいいよね。が、えー、ストーリーもすごく、えー、面白いですし、 いろいろ気になるところではあるんですけども私もゆっくり遊んでいっております今回は何をしていくかなというところなんですけども、えー、オペレーター指名権っていうのを皆さん使いましたでしょうかこれこのオペレーター指名権っていうのは好きなキャラが1体もらえるというすごくありがたい、えー、ものなんですけども、えー、サイレンスリスカムレッドプラ マニックスのの体体から好きなキャラを1体選べますのでこのキャラクターはどれが一番いいのかっていうのを今回ご紹介していきたいなと思いますちょっと私も始めたばっかりでちょっと知識不足なところがあるのでもしかしたら間違えてるところもあるかとは思いますちょっといろいろ調べてみたんですけどももし間違えてるところがあったら申し訳ございませんそれでは一つずつ見ていきましょうこれ見方がわかんないんでちょっと口頭になりますので申し訳ございませんまずえ基本的になんですけども好きなキャラを選ぶでいいんじゃないかなと 思います8種類の役職があるので足りない役職をカバーするっていうのもいいのかなと思いますが一番使いやすいやっぱ使いやすい使いにくいっていうのがいろいろどのキャラクターも強いんですけども、えー、使いやすい序盤で使いやすいとかすぐ使いやすくなるとかいうキャラクターもい一番いますのでそちらの方を紹介していこうかなと思います、えー、とまず一番おすすめするのは、まあえー、とこれも言われて私も変えたんですけどもサイエンス このキャラクターがすごく使いやすいキャラクターになっておりますので初心者とかはサイエンス一択でいいんじゃないかなと思います。回復キャラで医療,キャラ医医療の役職についてます。で、えー、まあめちゃめちゃ回復してくれるっていうすごく便利なキャラクターになっていまして、スキルに。 スキル2が解放されてないんだけどスキル2はドローンを配置することができるんですよこの左にいるこのドローンですよねこれが配置することができてこのドローン自体も範囲回復が10秒間できるという素晴らしいキャラクターになっておりますので今その始めたばっかりの子とかはこのサイエンスっていうのを持っておれば、まあ、基本的にもう困ることはないぐらいすごくありがたい回復にはね困らないキャラクターになっておりますのでぜひぜひ何を変えたらいいかわからない方はサイエンスを 選んでみてはいかかがでしょうか、はい、そして2番リスカムこれねちょっとごめんなさいキャラがいないんで高騰になっちゃうんですけども重装キャラになっていて重装キャラっていうのはまあタンク代わりですよね自分もタンクは2体持っているんですけどもタンクでは珍しいですね攻撃範囲が2マスあるんですよ基本的に1マスあ1マスだと思うんですけど前方に2マスあるというので まあ、重装キャラ持ってない方は、ぜひぜひこのリスカムを持っていてもいいのではないかなと思います。はい。そして3番目。レッド。レッドは特殊な役職になっておりまして、暗殺という役職らしいです。暗殺っていうのはどういう、あの暗殺っていう役職で、しかも CP が7といって、すごく軽いキャラになっております。で、このレッドの使い方、あの暗殺の使い方っていうのは、配置して適用し、 処理して、まあ、スキルを使ったりとか敵を処理して撤退ってさせる、まあ、ちょっと特殊ないつも、あのー、今序盤だとこう設置したらそのまま攻撃してっていう形だと思うんだけど配置して敵を処理してまた撤退させていくっていう形になっているので初心者にはちょっと難しいのじゃないかなと思います。 このゲームシステムが分かってきてある程度ゲームに慣れてきたら、えー、こういう暗殺キャラっていうのは面白くなってくるんですけども序盤でこの暗殺キャラっていうのはちょっと難しいのかなといろいろまだねそのステージ上でやることがあったりとかこの流れとかを見るのがまだできてない人とかはちょっとまだレッドを使うのが難しいんじゃないかなと思いますのでこれは後々というかすぐすぐ必要はないのかなと思います。 ので、まあまあ、その、もう元から中国版とかで遊んでいる方は、レッドを使ってもいいのかもしれませんね。はい。次に4、ブラーマニックス、補助。これが最後のキャラクターになりますけども、これはデバフ特化。で、高難易度のステージにすごく向いてます。えっ、ー、と、本当にデバフが強いみたいで、物理とか、魔法防御を大幅に下げることができるのですごくいいんですけども、まあ、これを、このキャラクターの真の誇張、あの、真誇張は、育成が えっと進まないとそのあんまりこの強さが分かりにくいキャラクターらしいのでまあこれもえっとすぐすぐ使えるっていうよりかはもう育成が進んでいてもうある程度高難易度ステージとかが挑戦するようになってから使えるっていうキャラクターがいいあの使うっていう形なのですぐすぐこう今から使えるっていう形ではないかなと思いますので。 まあ、えっと、前、さっきも言ったように、中国版とかで遊んでた方は、こっちのキャラクターの方がいいのかもしれませんね。という形で、すいません、すごく簡単にご紹介したので、まだまだかゆいところとか、深くまでそのキャラクターにご説明はしていないのですが、こう聞いた感じで一番いいのは何かって言ったら、やっぱりサイエンスがすごく初心者におすすめなのかなと思います。やはり回復っていうのは、このゲーム、今ストーリーが、第2章に突入したんですけども、すごく、 もう回復なしでは難しいようになってきたのでうんなのでサイエンスでいいのかなと個人的には思いますまあそれでもこのキャラ使いたいみたいでもか、まあ、可愛さもありますからねこのキャラ全この出てくるキャラクターみんな可愛いんでめっちゃ喋るなのでぜひぜひまあその自分の役職とか持ってないキャラクタータンクがいなければあタンクを選んだ方がいいですしまあそこら辺は皆さんの その持っているものにお任せしようかなと思います。少しでもこれが参考になっていただけたら幸いです、はい。これからもね、ちょこちょここういう感じの動画、まあライブ配信等でもやっていこうかなと思いますので、よかったらチャンネル、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。